僕なんかは明らかに失敗するタイプですね。向かないですフランチャイズに。フランチャイズチャンネル。フランチャイズで失敗するタイプを教えてください。うん、これもコメントでいただきましたけど、はい、成功するってのはいろんな要素があってね、うん、運が良かったりとかそういうのもあって成功する人いますけど、うん、失敗するってのはある程度共通してるんでね、まあ、理解をしておく必要はあると思うんですよね。以前したと思いますけど、フランチャイズに向く人向かない人っていうところとやっぱりつながる話ではあります。僕なんかは明らかに失敗するタイプですね。向かないですフランチャイズには。だから僕はどんないいフランチャイズがあっても自分でやるってことはしないんですよ。僕はまず素直じゃないですからね。さらに人と同じことやるのが嫌いですから、このレールを同じように行くんです、そうするとうまくいくんですっていう時に脳みそが全部そうならないから僕なんかはやっぱりうまくいかないタイプだと。フランチャイズで失敗するタイプっていうのは確実にあるんですよね。林さんで言うとどんなのが浮かびます？フランチャイズは、うん、いろんな人が参加して、うん、いろんなやり方があって、うん、それによって進化するじゃないですか、うん、皆さんが違うことをするかいろんな考えがあるから進化するんだけれども、まず一旦は武田塾のね、今までの成功パターンにのっとってそのまんまやればいいのに、うん、一発目からオリジナリティ溢れさせる人一校舎目からやんない方がいいんじゃないみたいな、うんうん、っていうことはありますよね、うんうん、その新しいことをやってほしいんだけれども、まず一旦は本部の言われた通りやってから、うん、新しいことを始めてほしいなと思いますね、うん、フランチャイズはですね、このスポーツでいうと個人戦じゃなくて団体戦なんだよね、うん、個人技のスポーツと団体のスポーツって違うじゃないですか、うん、団体戦っていうのはやっぱりこうみんなで勝つと、この喜びみたいなのがあるわけでしょ。でそこが FC も通じるところがあるんですよね。誰かがすごいうまくいったっていうのはそこが自分の喜びにこうならないと、それが結構ね僕温度差あるような気がするんですよね。北海道で誰かがうまくいったって言っても、それでも最終的には同じことやってる人がうまくいったっていうのは自分に本当プラスな返ってくるんだっていう、そこの回路がね、ない人がいるんですよ。逆もいるもんね。だって他の人がうまくいくとなんか嫉妬しちゃうみたいな人いるでしょ、うん、なんで俺はダメなんだろうみたいな、あの地域はやっぱ違うからねとか、自分のところはうまくいかない理由っていうことをいろいろ考えて、他の地域でうまくいってもいやそこはそうなんだみたいな、そんなことを考えても何のプラスにもならない、素直に喜べる人っているわけですよ。あんなちっちゃい地域でうまくいくんだ、だったらうちはもっとうまくいくっていうふうに思える人もいるけど、そうじゃない人もいますよね。どこかで成功したらそれは嬉しいというふうに思える、このタイプワークはうまくいくけど自分のことだけしか考えないっていうタイプはやっぱダメだろうね。あとは依存心があまりに強すぎるとやっぱダメなんですよね。でも依存心が強い人が入ってきやすいわけよ。そこは武田塾は僕のところでかなり弾いて、依存心が強い人は来れないような、なんとなくこのステップになってるからね。武田塾では弾いてるから来ないだけで、そういう人も多いっていうのが一つ。あとはね、向かないタイプはね、負けず嫌いの逆、ある程度みんなで同じことやんだから、うん、負けず嫌いの心はないとダメなのよ。みんなの成功を喜びながら負けず嫌いでないといけないと、うん、そう難しいね。そう、これはだってそうじゃなかったらみんなが成功して、してるのを見て、うん、いやーおめでとう、俺はダメだなじゃあダメじゃないあとはまあ一般的にだけど、やっぱり向かないタイプとしても自分が自分がという人でしょうね。自分だけのビジネスをやればうまくいくかもしれない、自分のことしか考えてないっていう。でフランチャイズはやっぱり周りがこうだからあなたがこうって話が常にあるから、利己心があまりにも強い人っていうのは、いや全体の話なんかいいから自分のところなんだよっていう話になっちゃうんだよね。それじゃあやっぱりフランチャイズとしてはうまくいかないんじゃないかというふうに思いますね。なんか感じでちょっと一応かなりあっちこっち行きましたけど、失敗するタイプ、あとなんか追加ありますか？いや、なかなか網羅したと思います。そんなとこです。